皆様こんにちは。ナレーション担当のコアラ園長です。我が家にはミントとピョンという2匹のアマガエルがいます。今回はこの2匹のアマガエルが好きすぎるあまり、飼い主の塾長が2匹の気持ちを歌った歌を作ってしまったそうですので、ぜひ皆さんに聞いていただきたいということです。あ、ピョンが入浴中ですね。ゆっくりしているところすみません。塾長は餌の時間以外では嫌われていますので、2匹はこちらをじっと見て身構えてしまいます。塾長はずっと片思いみたいですね。気を取り直して、早速ミントとピョンの歌をお聴きください。ちなみにこの歌に出てくるミントとピョンは最新のものです。いつまで一緒にいれるのか分かりませんが、しっかりお世話をしていきます。塾長はここから繁忙期に入りますので、次回から動画は1ヶ月に1回程度の更新になるかもしれません。大変申し訳ございませんが、できる限り続けていきたいと考えていますので、気長にお待ちいただけると嬉しいです。本日もご視聴いただきました同士の皆様、ご視聴ありがとうございました。